から子供の時の分の時間を取り戻せたようで嬉しかったです。いつも私のことを一番に考えてくれるお母さん、学生時代はお母さんの気持ちなんて考えず口うるさくて嫌だなと思うこともあったけど、今になってお母さんの言っていたことが身に染みてよくわかるようになりました。中学高校の6年間のお弁当を作ってくれたり、部活の朝練があって早くてもお弁当を作っておにぎりを作っていてくれましたね。私はお母さんのもとに生まれることができてよかったと思っています。4年前いきなり福岡に行くと言ったとき、直前まで言わなかった私を責めることなく送り出してくれた両親が私を信じている、信じてくれているから今ここにいる私があります。そのおかげでこれから先共に歩んでいく人に出会えて、こんなにも素敵な結婚式を挙げることができたことをとても感謝しています。そしていきなり一緒にお店をやると現れた私を快く迎えに来てくれたお父さんとお母さんの笑顔のおかげで、福岡に来て一人だった気持ちが消えていきました。今は実の父よりも一緒にいる方が私って面白くてとても尊敬しています。一緒に働くことができて光栄です。私と一緒で動物好きのお母さん、実家にお邪魔した時はいつも美味しいご飯を用意してくださってありがとうございます。みんなで囲む食卓はいつもすごく楽しいです。こんなに素晴らしいご両親に育てられた圭介さんは私にはないものを持っている、私の知らない世界を教えてくれる人です。その人と結婚でき、中家の一員になることができ、とても幸せに思っています。出会えてよかったと思う日々です。お父さん、お母さん、これまで育ててくれてありがとうございました。これからは圭介さんと若い人の家庭を築いていきます。まだまだ親孝行したいので、長生きしてください。彼の娘に生まれて、ありがとうございました。何かと至らないところもあるかと思いますが、これからも私たちをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。